こんにちは。あなたは YouTube をよく利用しますか私はよく利用しています。利用しているときに便利に使っているのが YouTube のキーボードショートカットです。これはキーボード入力することで YouTube の操作を簡単に行うことができるというものです。本日は YouTube のキーボードショートカットについてお伝えしたいと思います。YouTube のキーボードショートカットの詳細についての説明そして実際にキーボード入力をやってみます。こちらの動画をご覧ください。 こちらは YouTube ヘルプの YouTube のキーボードショートカットを説明するサイトになりますでは見ていきたいと思いますキーボードショートカットを使用すると YouTube のナビゲーションで時間を節約できますキーボードショートカットの一覧を表示するにはプロフィール写真をクリックしキーボードショートカットを選択しますまたはキーボードで Shift プラスキーを押しても表示されます プレイヤーのボタンにカーソルを合わせると、そのボタンに対応するキーボードショートカットが表示されます。例えば、全画面表示のアイコンにカーソルを合わせると、全画面 F と表示されます。これは F キーを押すと全画面表示になることを示します。キーボードショートカット。えキーボードショートカットと機能ですね。スペースキーを押すと、 シークバーを選択している場合は再生一時停止。ボタンにフォーカスがある場合はそのボタンの機能。キーボードのメディア再生一時停止キー、再生一時停止。そして K ですね。キーボードの K を押すとプレイヤーの一時停止、再生。M を押すと動画のミュート、ミュート解除。キーボードのメディア停止キーだと停止。キーボードの次のトラックのメディアキーだと再生リストの次のトラックに移動。 左矢印式、右矢印式、5秒巻き戻しと早送りですね。キーボードの J、プレイヤーの10秒巻き戻し。L、プレイヤーの10秒早送り。ガンマ、動画の一時停止中に次のフレームへ移動。ピリオド、動画の一時停止中に前のフレームへ移動。大なり、動画の再生速度を上げる。小なり、動画の 再生速度を下げる。ホームキーエンドキー動画の先頭最後に移動上で矢印式下矢印式音量を5%上げる下げる数字の1から9動画の10から90%の位置に移動数字の0動画の先頭に移動数字の0または s h i プラス1キー H1 見出し間を移動スラッシュ検索ボックスに移動 F キー、全画面モードで表示。全画面モードが有効になっているときに F キーまたは s k a p キーを押すと全画面モードが終了します。C、字幕を表示。字幕がある場合。字幕を表示するにはもう一度 C キーを押します Sh。Shift p l N キー、次の動画に移動。再生リストを再生している場合は、再生リストの次の動画に移動します。再生リストを再生していない場合は、次の YouTube 関連動画に移動します。 Shift p l u P キー。前の動画に移動。このショートカットは再生リストの再生中にのみ機能します。i、ミニプレイヤーを開く。こち,こちらはですね、私の YouTube 動画なんですけども、この動画をですね、ベースにしてキーボードショートカットを使ってみたいと思います。今、スペースキーを押したんですけども、スペースキーを押したら再生が止まりました。 そして、もう一回押す。すそうすると、再生します。じゃあ次にですね、えー、こちら。今ですね、M って起用しました。これ動画のミュートですね。もう一回押します。そうすると、ミュートが解除されます。次にですね、えー、矢印、キー左矢印キーを押してみます。そうすると5秒戻りました。 もう一回押すとさらに5秒戻ります。次にですね、えー、右矢印キーを押しています。5秒進みます。もう一回押すと5秒進みます。次にキーのですね、J を押しています。J を押すと10秒戻ります。さらに10秒戻ります。もう一回10秒戻ります。 次に L を押してみます。L を押すと10秒早送り。もう1回押すとさらに10秒早送りです。次に大なり。えこれを押すとですね再生速度が上がります。もう1回押したらさらに上がりましたね。で逆に小なりを押します。 そうすると、速度が下がります。もう一回押します。そうすると、元の再生速度に戻りました。次にですね、ホームキーを押してみます。ホームキーを押すと、先頭に戻りました。エンドキーを押してみます。エンドキーを押すとですね、一番最後に移動します。 もう一回最初に戻すためにホーム機を押します。これで先頭に戻ります。これについてはこちらの動画でも紹介しました。A ーー WiFi6 対応 WiFi ルーター r t a 5 6 u を購入、製品の紹介と開封。本日は実際に r t それじゃあ次にですね、数字のですね、 1>, 1を押しますね。1を押すと10%とこに移動します。次に5に移動しますね。5に移動すると50%とこに移動します。そして0を押してみます。0を押すとまた先頭に戻ります。以上です。いかがでしたでしょうか YouTube のキーボードショートカットは覚えるととても便利です。私がよく使うのは巻き戻しや早送りです。自分が興味がある動画を見ていても最初から最後までじっくり見ることは少ないです。大抵は自分が見たくない部分を飛ばしたりしています。また再生速度は大抵の場合は上げてみています。その方が多くの動画を見れますからね。もし YouTube のキーボードショートカットを使ったことがなかったらあ試してみてください。きっとお気に入りのショートカットキーが見つかると思います。 今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。